アメージングコザ、はい、時刻は8時を回りました、はい、アメージングコザのお時間です、はい、お相手はユニット系の関東タキと、FM コザの塩素くんです今ねちょっとね、うん、あの塩素さんいろいろ探してもらってて ね、お忙しいので、代わりに私が、はい、今日ね、うん、ウクイなんですよ。ウクイ、うん、コザもねお店ほとんど開いてないですよね。いろいろとこのラジオの前にねご飯食べようと思って、うん、そうそう、ちょいちょいうろついてきたんですけど ね、結局ホットモットでお弁当を買って食べましたみたいなね。そうなんですよ ね、そんな勢いですね、はい、はい、ということでまずは、今週のですねミュージックバー F FM 講座道向かいにありますミュージックバー F のライブ情報をお届けいたします。9月7日木曜日、比嘉義博定期ライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円。9月8日金曜日、ヨナハランライブ、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージこちらは1000円となっております。そして9月9日土曜日、子ども食堂食材支援ライブ。これわかります？うん、わかんない。あのね、これいつもね、いよこちゃんたちがやってる。あね、はいはいはい、子ども食堂さん、あの食材支援ライブ、うんうんうん、ということになっております。今週の土曜日、これはですねいよこちゃん含め4組のアーティストさんが出られます、はい、でオープンが20時、ライブスタート20時30分、ライブチャージがですね、はい、500円もしくは食材前回だよね、お中元とかお歳暮で、そうです、そうです、使ってなかったの、使ってないものを持ってきていただければライブチャージはいりません、ね、ドリンク代だけでね、うん、聞いていただけますっていうようなやつでございます、ね、面白いよねそれね、うん、こちらの、子ども食堂食材支援ライブ、9月9日の土曜日にミュージックバー F であります、オープンが20時、ライブスタート20時30分、そしてライブチャージが500円もしくは食材ということになっております、はい、ね、食材といってもね、できれば生野菜とかではない方がいいかなとそうだね、保存ちょっと ね賞味期限がちょっと長いもの、そうですよね、缶詰とかだったら最高ですけどね、そういうね食材持ってきてくださいっていうね、ことでございます。そしてこれは来週になりますけれども、9月の12日火曜日、春風ライブ、はい、オープン21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。以上ですね、9月7日木曜日、比嘉義博、木曜定期ライブ、8日の金曜日、ヨナハランライブ、9日土曜日、子ども食堂食材支援ライブ、12日、来週ですね、火曜日、春風ライブということで、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。
アメージング小座。さあ、ね、今夜のアメージング小座、うん、ウークイですからね、うん、ゲストはもちろんいません。いっぱいいるかも。違う意味ね、うん、それ困るから、うんね、パッと見たらほら、こうサテライトになったでしょ。あ、ガラス張りの。そうですね、外いっぱいいますね、うん、で見えない方もいっぱいいたりして。いや、見える方が今いっぱいいますけどね、うん、普通にね。ね、そんな感じでね、沖縄県内、昨日おととい運慶、うん、ね、ご先祖様お迎えして、うん、今日でお送りっていうことでね、うん、明日のところもあるんだよね。明日のところってどの辺ですか。どうなんだろう、地域性があるとは聞いてるけど。あ、地域性がですね、うんうん、要するに翌日に、うん、あ、はい、お送りするっていうね。そうそうそう、翌日っていうところもある。あ、だからね、いろいろね、うん、なんていうんですか、それこそ地域性がありますけどね、うん、また、まあ、日本全国でもね、うん、なかなかこの完全に旧盆にね、こんだけ盛大に、だってエイサーとかもあるじゃないですか、うん、ね、やりながらね、お盆を、迎えて、そして終わっていく地域もね、少ないと思いますけれども。そうですね、ね、うん、昨日もなかなかあれでしたよね、エイサーいろんなところでやってましたよね、道十年ね、うんうんうん、だけど、それこそ最近のエイサーはですね、うん、何日の、何時から何時っていうこの地域、うん、ね、道十年やりますっていうことで、うん、ポスティングするらしいです。へえ、そうなんだ、うん、なので、うん、ご迷惑をおかけしますけどよろしくお願いいたしますみたいなね。なるほど、そうそうそう、昔は当たり前でね。そうなんですよね、昔はね、当たり前で別に、うん、ね、そういう集中は別にね、まだやってんだみたいなね、うんうんうん、遅い時間でもねありましたけどもとか、ね、それこそ道でやってるの追いかけていくとかね、うんうんうん、いろんなのありましたけども、やっぱり最近ほら内地の方も増えてきていらっしゃいますよ ね、 うね、うんうん、もうそのどこの地域っていうことを問わずね、だから、まあ、何年か前とかね、苦情が結構出るとかそういうのもありましたんでね。あ、そうなんだね。やはりその辺に配慮して、うん、皆さんね、工夫というかちゃんといついつやりますんでよろしくお願いしますということでね、されてるみたいですよ。なるほど、うん、まあ、伝統的な ね、 本当にね、文化ですから ね、 ね、うん、そうそうそう、これはね、続けてね、うん、いかなきゃいけないですしね、うん、そうそう、そのための工夫をね、いろいろ頑張ってるみたいです。でも面白かった、昨日ね、うん、まあ、ギノワンの、はいはい、ギノワン、はい、うんうん、アラグスクというところで、だから向こうなんかね、ほら、うん、あったんだって思ったんだけど、道十年してたわけ、はいはいはい、アラグスク青年、はいはい、青年会、うん、そしたら、うん、いつも向かいのワンちゃんさ、うん、犬が通ったりとかなんかあるとすごい吠えるんだけど、ええ、さすがに太鼓の音にはビビってからね、全然吠えてなかったな、うん、根性なしだね。これが面白いなと思って。でもどの辺ですかね、アラグスクの青年会かどうか分かりませんけどね、ゆきさんね、えんこ座に、うんうん、でもね、いらっしゃいますゆきさんも確か入ってたと思いますよ。あ、そうか、うん、この道順で行きますみたいな、じゃあ、ね、Facebook アップしてありました、ね、あ、本当、うん、じゃあ普天間かな、普天間ですかね、普天間の方ですかね、なんか結構ね、私最近から知ったんだけど、ええ、ギノワンも結構あるんだね。まあなんだかんだ ね、 ね、ええ、日頃全く見ないですけど ね、 ね、練習してるのも聞いたことないですけど ね、 ね、どっかでやってるんでしょうね、うんうんうん、練習ね、うん、そうです、そうです、ね、まあ、あんなに、ね、身近にそうあったんだ、今まで来たことなかったですよね。そう、今年 初じゃないかなと思うんだけど、ね、初めてなのか、ウークイじゃなくて中日とかね、いなかっただけなのか分かりませんけどもね、うんうんうん、だけど今回はねすごいよく聞けましたね、うん、なかなか、はい、勇敢でした、はい、そして、うん、このサテライト、はい、サテライトになるんですかこれになるんじゃない、ね、スタジオの前、そう、先ほどまで人がたくさんいましたが、はい、今みんな帰って誰もいません、はい、はけていきましたね、前の番組のね、ファンの皆さん ね、 ね、ということで、ここで1曲、比嘉義弘さんのですね、今週木曜日にライブがあります、比嘉義弘さんの曲をお届けしたいと思います。
窓からそっと忍ぶ月明かり、部屋のカーペットに静かに降り注ぐ夜のささやきは夜風に運ばれ、優しい時間だけが過ぎてく。ラジオから流れる歌は懐かしいメロディ、あの頃聞いたラブソング、君はいつしか寝息を立て夢の中、ありがとうって今しか言えないけど、ふるさとの言葉が心に染み、やうむきかなさし、ゆたさる希望のまま、土地の中まで魔順くらさ。今夜は寂しく灯ってる、それぞれの明かりにそれぞれの暮らしが、誰もが幸せになるといいね。恋人時代のようにまた手を、あの浜辺を歩こうか、いつか訪れる悲しい別れはあるけど、僕は君のそばにいていいね。その言葉が心にしみる、やうむきからさし、ゆたさる知恵ものまま、土地のちゅるまでまじゅんくらさ、やうむきからさし、ゆたさる知恵ものまま、マジュクラサ。
い、ということでね、東広さんいろんなお届けしましたけども、なんかね今日にぴったりな感じがしますよ ね、勝手なあれですけどね、うんうん、本当になんか人少ないですよね今日ね車多い、車多い、確かに多いけど、うん、やっぱりいつものこの時間よりは少ないですよね。まあそうだね、うん、ここ 2,3 日のうちではねっていう、うん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 、多い方ですよね。皆さん那覇まで行って帰りなんでしょうかねどうして那覇なの結構那覇方面多くないです。あ、逆に言えばそのこのお盆の時期、うん、那覇めちゃくちゃ混むんですよ。いつでもいつも混んでるんですけど、あ、いつにも増して混むんですよ、まあ、人口密度というか、もちろんもちろん人は多いからね。そうそうそう、人は多いから、うん、もともとね、うん、でほらやっぱりそこに何実家があるとか、うん、元屋があるってなるとね、うん、やっぱり応募の時期はそこに行かなきゃいけないじゃないですか。そうだね、うん、そう、うん、ね、だから那覇からかななんてね那覇方面からね、うんうん、そうそう来られるんじゃないかなと思いますけど、ちょっとどんなですか。なんかね今ほらエーサーが流れてるじゃない、いいな、いやいいなって聞いてたのもしかして。そう、ね、いや先ほどからねウークイって言ってますけど、エンソさんなんかはどんななんですか。いやもうお線香あげるぐらいで特に。ああそうなんですね。いやね、うん、単純にあれじゃないです、見てらっしゃる方ね、ウークイでそんなやってみんな動いてる中、お前なんかラジオやってていいのかっていうねお盆だろっていう。いやだから運慶は早く、ウークイは遅くっていうね、はい、そうです、うん、でうちもだから11時半ぐらいには帰れると思うんだけど、やっぱりね12時過ぎてからいつもやってる。でもそうですよね、だいたい12時過ぎて1時2時ぐらいな感じだったんですよ、うん、最初は、最初はっていうかもともと僕もね、うん、だからだん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 ね最近早くなってきてますよ ね、時間がね、9時頃とかね、うん、8時9時も要するに帰りが大変だからということで、うん、まあでもね本当だったら、うん、なんていうのこれは都合だよね自分たちのまあそうですよね、うん、確かにだからほら前はウークイの翌日って休みだったじゃないですか、うん、今ウークイの翌日休みって少ないんじゃないですか。いやどうだろう、企業と企業さんというか会社経営は結構翌日休みだと思うよ。あ本当ですか、うん、未だに未だに。ああ自分なんかもうだからほら運慶は別にね、うん、そんなにあれじゃないな、まあ運慶ウークイ翌日か、ウークイ翌日、うん、の2日間が休みみたいな感じでしたけどね、最近ないですもんね。そうでもないんじゃない。そうです、うん、どんななんだろうねみんなね。皆さんでも私の周りではほとんどそう。ああそうですか、うん、未だに、うん、未だに会社も、とか、うん、まあ個人業者さん、はいはいはい、個人業者さんもね、うん、皆さん、うん、翌日また休みですってずっと聞いてるよ。あただほら現場持ってる方はあ、まあそうですよね、うんうん、出る可能性はあるんだけども、うんうん、基本的にはお休み、お休み、翌日お休みと私の周りはそう。ああそうなんですねまあ皆さんはどうか分かんないけど、まあでもねこれも沖縄だけですよね。そうだね、うん、やっぱりその必ず遅くにやるっていうね、できるだけ長くいてもらう、うん、そうそうそう、ね、こちらにね、ということで遅い時間まで、ね、一緒に飲んだり食べたりしてお送りするっていうのがねウークイなんですけどね、うんうん、どうなんだろうね、うんうん、どうなんだろうね最近みんなちゃんとやってる気になるんだけど、まあ、本当、うん、そのほら結局ほら時代ともにいろいろと変わってはくるから。そうなんですよ、変わっていくじゃないですか、うん、だからほらウークイも、うん、今までっていうのは遅くっていうあれだったけども、うん、ほら代が変わっていってさ、はい、で例えば遠くに住んでる、うん、はい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 、場合中にはやっぱり帰り大変じゃない、ええ、12時1時って言ったら、まあそれこそ那覇からやんばるとかね、うん、だったら大変ですよね。ということもありえるじゃない、うん、ありえます十分。そうだったらもう午前中まで申し訳ないけど少し早めに、うんうん、お見送りしますみたいな形になるんじゃない。そうですよね、うん、僕のねいとこもさっき疲れたから9時にはウークイするとか意味わからんこと言ってましたからね
お前が疲れたから僕早めるんかみたいな。ね。ね。まあまあね。だけどその辺はね、いろいろその、お家ごとのね、事情もありますんでね。そうそう。そうそう。まあ、こんだけねウークイっていうねお盆の話でねいろいろと議論ができるのも大きなぐらいだと思いますけどね。ね。うん。いいとこで、ですよね。ね。だから昔はほら、なんていうの旧正月。はい。ね。旧正月。今でこそもそうですね。ほとんどが新春になってはいるんだけど、ね、ある時期までっていうのは本当旧正も休みでしたからね。そうなんですよね。2回お年玉がもらえるっていう。ね、それあり。新正で1回もらって旧正で旧正月ってお祝いするんだったらお年玉もちょうだいみたいな、ね。それはなかったような気がするけど。あ、そうですか。うん、1回だけ。うん。新正はないんだもんだって家族で過ごして、うん、旧正で親戚周りとかね。うん、ああ、子供にとってはつまらないイベントですね。まあどうなんだろうか。うん。ね。まあ、でもまだ未だ残ってるっていうのはすごいですよね、うん、旧正にしても ね 旧盆にしても、うんね、だけど今回みたいに今年みたいに9月に旧盆ってなるとすごくなんか変な感じしません？そう、うん、もう本当にねお中元とかね本当だよね、うん、普通もう8月入る頃にはもうお中元コーナーいろんなところできてるじゃないですか、うんうん、今年はね8月入ってもお中元コーナーできてなかったんですよ。だよね、うん、遅かったね今年は。そうなんですよ、うん、だからあれ俺買い忘れたのかなみたいなそんな感じだったんですけど15日ぐらいから出てきましたけどね、うん、お中元コーナーがねで出てきて、ね、それに伴って、初中見舞い、うん、残暑見舞いどこで区切ったらいいんだろうっていうねすごい不思議な気持ちになったのをね、つい最近ね、うん、そういう気持ちになりましたけども、じゃあこれまたねお盆にふさわしい、うん、ふさわしくないは別として、うん、今週の、金曜日8日の日に、はい、ミュージックバー F でライブがあります。与那覇蘭さんの曲を1曲お聴きください。君ひとラブソング。寂しくて少しだけ泣いた。いつでもそばにいること当たり前と思ってた。不意に届くおやすみのメール、部屋の隅で見つめて空を見渡す。他の上に包んで夢の中まで。連れて行きたい。
空を見渡す丘の上に立ち、僕の隣の君の笑顔をこの腕に包んで夢の中まで連れて行きたい。アメージングコザー、はい、ということでね、アメージングコザーお届けしております、はい、9本スペシャル、スペシャルね、全然スペシャルじゃないけどねいつもより喋りが多いっていうだけのね、うん、スペシャルになっておりますけれども、じゃあですね後半、1曲目、はい、まずはこの曲をお聴きいただきたいと思います、平葵ちゃんでロケット。してるよってたかって肩を叩かれたんだ。期待値なんてそれ相応返せる見込みはない。誰もやったことないようなこと
焦がしてみたいんだ。指図なんて受けたくない自分を愛してたい。それは世間家族に言いたいってやつですか。正直者はこの国じゃはぶられるんですか。なんでみんな赤信号を渡るんですか。
葵ちゃんロケット、いいね。ねえ、あれですよね、あの東京でね今頑張ってますけども、うん、それこそお盆で帰ってきたのかな。ねえ、どうなんだろう、ね、気になるところではありますけどまあ聞けば分かる話ではありますけどね、うん、ね、多分葵ちゃんのことだから帰ってきてそうですよね、うんうん、ね、そんな感じで、平葵ちゃんの、はい、ね、ロケットを聴きいただきました。さあさあ、で今月のねミュージックバー F のライブなんですけど、確かねブーちゃんライブ入ってなかったんだよね、またね。そうそう、今年入れ、うんと今月は、うん、そうそうね、うん、そうなんですよ、予定が開かなかった、うん、ちょっと忙しすぎて、F が、あ、F が開かなかったの。そうそうそう、あっちこっちに引っ張りだこで開かなかったんじゃないの、ブーちゃんが。それあるかもしれないけど、うん、でもなんか9月はねすぐ埋まっちゃったような話を、あ、そうなんですね、聞いた記憶なんだな。あ、でそうなんだ、うん、なのに、うん、うちが15日の金曜日に入っている。おかしいね、うん、ね、今月原口純子さんも来られますよね。そうそうそう、うん、これ楽しみだね。ね、一番ね。そうそうそう、でね、うん、あのね春風さんもね今月2回出番があるんです。出番があるっていうとおかしいですけどね、来週の火曜日、うん、まあ、通常通り、うん、第2火曜日の定期ライブじゃないですか、はい、でその後翌週ですかね、木曜日ぐらいに、お、ね、誰でしたかね、どなたかと一緒にオープニングアクトじゃないけど、あの対バンじゃないですけどね、うんうん、一緒にされるんですよ。あ、そうなんだね。そう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 、なんかそういう話聞いてたな、うん、で木曜日だったら吉野さんのはなしじゃん。わかんない、木曜日だったかなって思っただけ。ああ、なるほど、うん、ちょっと不確定なね、うん、ちょっとお話でしたけどね、うん、多分ね来週ぐらいにはまた告知ができるんじゃないかなと思うんですよ、次回のねラジオの時には。そうです、そうです、はい、うん、なんでね結構ね、なんていうの、いつも出てる方が誰かと一緒にやるとかそんな感じのもいろいろあるんで、ね、それこそ、いよこちゃんのこのね、うん、イベントなので、ね、うん、このイベントもね、うん、子ども食堂食材支援ライブも ね、これ何回目ですかねって感じですよ ね。私は知ってるだけでも3回目だから。そうですよね、3回ぐらいありますもんね、うん、だからもっとどんどん合ってるんだろうし、他のところでもね、うん、同じようにね一生懸命食材支援のためのライブをされてると思いますし、うん、ね、そうですよ、うん、うん、ちなみに全然関係ない話ですけども、今月ね確かローリーさんは入ってないんですよ。あ、そうだっけ、うん、ローリーさん入ってないんですけど、うん、ローリーさん多分今頃名古屋にいるんですよ。あ、裏情報、裏情報、ちょっとした裏情報、多分ですよローリーさんファンからの裏情報ですけど ね、うん、名古屋見に行くって言ってましたね。そう、名古屋に来るんで見に行きますっていうね、うん、情報がありましたんでね、いつも小座で、うん、F でねライブしているローリーさん ね今頃は名古屋に出没していると思います、うんね、はい、ということでね、今月はちょっとブーちゃんライブないんですけど、ブーちゃんの曲から1曲、うん、ね、お届けしたいと思います、はい、一銭との塩せんべい。俺がまだ小さかった頃、塩せんべいがおやつだった。一銭と握りしめて、きつね色の塩せんべい一枚買ったものだった。ちょっと贅沢をするときにはわし印のチョコレートせんべいに塗って、チョコレートチロッと舐めて、塩せんべいカリッとかじって、それだけで満足だった。欲しいものは泡の立つコーラが一本欲しかった。林抜けて夜
山を一つ越えて畑に忍び込んで持ってきた醤油かけてきゅうり大根よく食った夏の暑い日には川に行って服のままで水に飛び込む家に帰る頃には服は乾いていたし花垂れの小さな俺何もかもが輝いて何もかもが大きかった今まで生きてきてあの頃の景色はすべて俺より小さくなったなくしたもの数えたらなぜか涙が流れてた泳いだ川が汚くなり年寄りいじめていると笑われるかもしれないね一つだけ返してほしいあの頃の塩せんべい一セントの塩せんべいあの頃の塩せんべい一セントの塩せんべいブーちゃんで一セントの塩せんべいお聞きいただきました、はいね、で先ほどですね、ローリーさん今月ライブないんじゃないかっていうお話をしたんですけれども、はい、今月ライブありました23日土曜日、ね、ミュージックバー F でバッチリライブ入っております、はいね、F でもライブしますよローリーさんやっぱり定期ライブを、ね、持ってる方は最初に入れ込みするだろうからね、まあ、そうですよね、うん、だけど最近ですよねローリさんがもうほぼ定期みたいな感じで、ねね、入られてるのもね、うんそしてね今年ね面白い今年じゃない今月はね面白いのはねフーピンさんも16日の土曜日フーピン&赤橋さんと一緒にで赤橋さん、うん、と一緒にねライブが入っておりますそしてね先ほど言った春風、うんの来週火曜日は来週火曜日であるんですけども、うん21日のやっぱり木曜日でした春風&磯へっこさん、うん、変わった名前だね、ね、変わった名前ですねこのなんていうんですか、アメージング講座やってますと変わった名前の人によく会います、うんね、読むのが難しい方とかね、うん、不思議な方々に たくさんお会いすることができますね面白いですけどもであとはね新居さんもね、うん、もうこちらもねもう月地的になってますよねそうだねここ3ヶ月ぐらいかな、はい、で最後の土曜日は二神中さんというねですよはい今月もねミュージックバイフねライブ目白押しでございます、ちなみに原口純子さんもありますので、ね、原口純子さんは、22日の金曜日になってますねあそうなんだ22日の金曜日ですはいに予定が入っております、ね、ちなみに一番近いライブといえば、今度の木曜日の日賀義弘さん定期ライブもう一番早かったひとしさんライブは先週土曜日に終わってしまいましたから ね終わっちゃいましたねそうなんですよ、うん、そうなんですよなので、一番近いのが日賀義弘さんあ違うんだなんでしょうごめんなさい、はい今回たまたまちょっとね、ええ、ちょっとアクシデントがあって、はい、9月1日なかったんですよ何がひとしライブあは
うした急にどうした急にね、終わった話終わった、うん、もしかして終わったそうですか。はい、そしてですね8日の金曜日与那覇蘭さんのライブで9日が、いよこちゃんたち4組出演します大きな木、はい、子ども食堂食材支援ライブですね。そして、12日来週火曜日が春風さんとなっております、はい、ので、まあ、お盆もね、うん、今日で行方終わりまして、はい、まあ何ていうんですか一大行事がやっと終わったなということで皆さん、うん、ね、うん、ライブでも見に来ていただければ本当だね、ね、うん、嬉しいかなと思います、はい、ですです、まあ、また詳細はね明日の8時半からの今夜も F からではね、うん、あ、そうだね、まあ、マスターの方から、うんうん、直接、ね、うん、お話聞けると思いますんで気になる方は明日の8時半から今夜も F から、はい、聞いてみてくださいですです。そうなんですよ、まあ、ちなみに来週水曜日うちライブですけど、え、15日金曜日と言ってるの、あ、ごめん、金曜日、来週金曜日、来週金曜日、最近水曜日がねなんか多いもんですから、ね、水曜日って言っちゃいますけど、うん、来週金曜日うちライブですけど、ど、大丈夫ですか。はい、え、なんか頑張ります。やること決めてます。頑張ります頑張ります。え、ちょっとね今回は趣向を変えていこうと私は思ってるんですけど、はい、え、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、ね、まあ、暇な方はね来週もミュージックバー F ライブ目白押しですからね、まあ、今週も来週もね、うん、今月たくさんありますんで、うん、ぜひぜひ遊びにいらしてください、ね、それではですねちょっとねどうしましょうね、春風さんの曲を一曲お聴きいただきたいと思います。Thank you.
春風さんで生活という曲ですね、うん、お聴きいただきました。春風さんライブいいですよね、うんうん、本当に癒し系というか本当ですね、うん、そうなんですよ。毎月第2火曜日春風ライブ、こちらもね、うん、おすすめですので、ぜひいらしてください。そしてですね、今ツイキャスの方でコメントをいただきました、熊本バッテン龍神正也さんから、こんばんは、今ローリーさんのライブで休憩中です、ローリーさんのライブ最高ですということでね、うん、先ほどお話ししましたあの、ね、今頃名古屋でっていうね、そうお話なんですけども、ね、現在の状況を入れていただいて本当にありがとうございます、はい、ね、ロリさん、ね、そちらから帰ってきてまた23日にはミュージックバー F の方でライブされますのでね、こちらにも、また皆さん遊びにいらしてください。よろしくお願いいたします。それではですね、もう今日もお時間も迫ってきましたので、最後もう一曲ですね、春風さんの、楽曲をお聴きいただいてですねお別れしたいと思います、はい、熊本バッテン龍神正也さん、コメントありがとうございました。ありがとうございました、はい、では春風で、月の下。アメージングコザ番組スポンサー、県産本土産新鮮な海産物などを集め、オリジナルの手作り料理をご提供いたします。食いどころ飲みどころとの間、カラオケ、ダーツ、卓球ありの楽しいお店です。バブヤーもいます。ミュージックバータイガーアイ、中古新品タイヤ交換、価格なら負けません。在庫多数あり、寝間商店、安全安心、鳥の幸せを追求した鳥牧場です。愛情卵のタサトファーム、髪を切るならここで、確かな技術であなたをスタイルアップ、カットのみ1,000円、髪切りや次男坊、お部屋の内装、クロス張り替えなどリフォームのことならお任せください。もろみ内装、重機はもちろん重いものから何でも運びます。比嘉重機、中古から新品まで何でもあります、探します。まずはお電話ください。リサイクルショップビッグ。以上、各社のスポンサーでお送りしました。